皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。本日はこちら指原莉乃さんを取り上げてみたいと思います。なんでもその九州豪雨の被災地にですね2000万円寄付されたということで、とても勇気ある行動ですよね。素晴らしいです。はい、指原莉乃さんが果たしてどんな服装なのか検証してみたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。はい、それでは本題に入りたいと思います。本日のテーマはこちら、指原莉乃さん素敵というテーマでお送りしてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、九州豪雨により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。そんな中、タレントの指原莉乃さんが被災地へ2000万円の寄付をしたとして、2000万円ですよ。すごいですよね。とても話題になっています。今日はトップアイドルから現在は押しも押されもせぬ人気タレントとして活躍中の指原莉乃さんの画数を皆さんと一緒に検証してみたいと思います。はい、こちらが、AKB48、HKT かな、正確にはね、時代の、フォーチュンクッキーの、様子ですよね。はい、センターです。私正直あまりそのAKB48 皆さん詳しいわけじゃないんですけれども、むしろAKB48 をですねご卒業された後の指原莉乃さんの活躍、年がいもなくバチェラーが大好きでしてでそのバチェラー見てますと、そのコメンテーターとしてね、いつもコメンテーターっていうのかな、もうレギュラーですよね。毎回その指原さんがですね的確なコメントするんですよ。で指原さんのコメントを聞いた後もう一回 VTR 見直すと、あ本当だみたいな、いや本当に見る目があるというか、やっぱりほら100人以上のねグループのやっぱ頂点に君臨されてた人ですから、やっぱりいろんな女性のタイプを見る目があるんだなというね、本当に参考になるんですよ指原さんのね、その着眼点が。はい、これからも、応援したいと思います。頑張ってください。指原莉乃、こちらでございますね。多分本名だと思います。ちょっと今回調べる時間なかったんでごめんなさいね。指原莉乃さんで、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所の双角、35角が根っこになっています。ベースですね、人生の。その他、この、ね、1箇所から5箇所の数字の組み合わせによって、人生が大体決まってくるわけなんですけれども、やっぱりこの双角がね、一番重要になってきます。この双角35角は、縁の下の力持ちとか、内助の功という意味がある、あげまん数なんですね。人当たりソフトで誰にでも分け隔てなく優しく親切に接することができる、とても母性豊かな数字なんです。本当優しく親切にっていうまんまですよね。優しくて親切な人でなければやっぱりね、2000万円という大金を寄付するその行動力、勇気はなかなかね持てないですよ。もう果てしない親切さだと思います。この35角っていう数字は、このように、世のため、人のために、運気を配って、運気をね、配るんです。はい、どうぞ、よかったら使って、って感じで、こう、運を分け与える数字なんです。そういった説明を、以前、このロックバンドの G フリックファクトリーのボーカル、モテキ・ヒロアキ氏を占った際にも解説したんですね。よかったらこちらの、こちらの動画も、検索してみてください。そうですね、自然堂スペース、G フリークファクトリーとか、その辺で検索できると思うんですけれどもね。指原さんの場合、運気だけでなく、お金まで分け与えるなんて、なかなかできることではありませんね。素晴らしい覚悟です。ちょっと話戻るんですけども、しかもこのボーカルのモテキさんですね。この人と、指原さんだと、双角35角以外も、15、20、35って、ここ見た方がいいかな。15、20、35って、その5箇所のうち3つも5分の3が同じ数字重なってますんで、見た目は全くもちろん違いますけれども、非常に似てるんです。みんなに運気を配って、みんなに幸せを分け与えるっていう数字なんですね。女性にとってはとても大吉数になってます。はい、話をちょっと指原さんに戻しましょうね。指原さん、しかも地元を離れた遠方の地で運勢がアップして活躍する下一桁5系列が2箇所なので、まあね、 HKT48 で一度はこう地元九州に活躍の場を移しましたが、やっぱりね、上京してこそ運も味方しているんです。見てみましょうか。はい、15、35って、この15っていう数字はね、旅行の数字なんです。旅立って運勢が味方するんですね。追い風になってくれるんです。だから確か指原さん、地元が九州だったかと思うんですけれども、九州で活躍するよりも
ね、九州、地元から遠くへ行けば行くほど、この運勢が追い風になって、どんどん、こう、成功を導いてくれるんですよね。はい。こんな感じで、下一桁5系列を2つ持ってるので、まあね、地元九州よりもやっぱり東京でこそ、運が、反映しますよってことですね。そして、外からの影響を表す外角っていう位置には、妖艶な魅力の美人数12角がありますので、異性をターゲットにした職種に最適なんですが、この12っていう数字は、家族をね、このバラバラに離散させる作用があるんです。一家離散数っていう数字なんですね。でも、この2つの5系列、この地元を離れた方が運勢がアップするよっていう、この5系列、2つ持ってますからね、この組み合わせで、上京したことによって、いい意味で、ご家族とね、バラバラというか、離れ離れになりましたよね。それによって人生を好転させてるんです。悪い方にこのバラバラではなく、いい意味で離れ離れにしたことで、この十二角の特徴、このね、離れ離れ、バラバラに離散させる作用っていうのを、別にね、仲違いしてバラバラになったわけじゃないじゃないですか。上京してね、人生を成功させるために、ちょっと家族と一時的にこう、離れた土地で生活してるわけですから、それは別に悪いことじゃないんでね。だから、上手に運勢をね、運んでるんですよ。はい、素晴らしいと思います。これね、十二角。これが対人運とかね。これが仕事運、23角。これがとっても男性的なんです。まあ、もちろんね、双角がこういった女性的な数字ですから、もちろん見た目はね、とても美しく女性的なんですが、うちにはね、とっても男らしい面を持ってるんですよ。だから、ほら、バラエティ番組なんかの、歯に気に着せぬ、コメントなんか見ても、態度を見ても、全然なんて言うんだろう、アイドルらしく振る舞わないじゃないですか。キャピキャピ、かわいかわいせず、こう、男性のね、コメディアンなんかとも、対等に、おー、ごめんなさい、ぶつかっちゃった。対等にね、こう、まあ、ザクバランなね、お話ししたりなんかして、とても、ああいうコメントが、まあ、我々男性ファンからすると、とても親近感湧くんですけどね。まあ、女性からもきっと、ああいう、なんていうの、飾らない態度って、親近感湧くと思うんですけれども、それっていうのは、この、内に秘めた男性的な本質を、内に隠し持ってるからなんですよ。だから、根っからの女性的な、こう、優しいだけの数字ではなくて、こういった、とてもね、男性的でサクサクした数字を持ってるからこそ、まあね、両面を持ってるからいいんでしょうね。そしてまあ、酒飲みなんていうね、キーワードがあったりしますけれども、最近ほら、キリンの一番搾りのコマーシャル、あれ最高ですよね。田中みな実さんとツーショットで、なんていうんですか、テレトークっていうのかな、このほら、画面半分でね、こっち、半分から左が指原さん、半分から右が、田中みな実さんで、ビールをね、遠隔で乾杯して、美味しい料理食べながらね、やってる。あれね、YouTube でもあるから、皆さん絶対見てください。僕はあれ見ながらね、晩酌してるんですよ。そうするとね、指原さんと、田中みな実ちゃんと、スガッティと、三人飲みしてるみたいな気分でね、あれは楽しいです。もう、やめらんない。おかしな大人ですけど、おじさんですけどもね、すいません。はい。見てますよ、指原さん。はい。これからも見続けたいと思います。ね、メイキングが面白い。ね、メイキングも YouTube でね、配信されてますんでね、ぜひ、皆さんもご覧になってください。どこまで言ったっけ？そうだね。はい。バラバラにするんだけども、まあ、いい意味でバラバラにしたので、これは、いい方向で、指原さん運命を持ち運んでますよっていう話ですよね。ただし、十二角は、非常に結婚運、家庭運が悪くて、悪くってっていう次元じゃないんです。大凶なんです、これ。しかも、この、うちに秘めたね、今、説明しましたね、おじさんおばさん数って言うんですよ、この23角。おっさんみたいなおばさんになっちゃうんです。まだね、若い20代ですから、おじさんでもおばさんでもないですけれども、今後ね、40代、50代って、年を重ねると、指原さん、おじさんみたいなおばさんになりかねませんので、気をつけてください。なので、非常にね、結婚運、家庭運が悪くて、かなりの晩婚とか、生涯未婚とか、たとえご結婚されてもかなり離婚率が高くなってますから、まあ、結婚相手には、地位や財産、そういった面だけではなくてですね、きちんと運勢も伴った大吉幸運男性と結ばれてくれないと、双角35角の、これ最後のキーワードのような結末になりかねません。最後のキーワード、もう一度ご覧入れましょうね。最後のキーワードなんて書いてあります？まあね、縁の下の力持ちとか、内助の功とかいいですよ。ディフェンス、ね、守りが硬いとかもいいですよ。不本意な結婚って書いてあるでしょ？結婚したこと後悔してしまいやすいんです。そしてこれ23もとても離婚率が高い数字。12角も非常に家族がバラバラになってしまいやすい数字ですから、こういった数字とのミックスで、この
性格二十格もこれ影響していませんって書いてはありますが、パッと目覚ましやすいんです。これがリセット数ですからね。結婚関係、夫婦関係をリセットしてしまいやすいんです。なので結婚後って指原さん、これ名字が変わることはありますよね。多分女性の方が変わることが 99% 以上だと思うんですよ。なのでどんな相手と結婚するかによってその後の数列でね、この辺が引き続き影響し続けるかどうかがかかってますね。このリノの15画はずっとこれ継続して持ち続けます。これは超大吉数ですから、これは構わないんですよ。ずっといいの持っててね。だから結婚するとリノさんがどういう性質を持つのかっていうのがこうなるかならないかの、決め手になりますんでね。なので指原さん、もし今気になる男性がいらっしゃいましたら、あるいはね今後でもいいですよ、今後気になる男性に出会いましたら、ぜひ一度スガッティに相性診断させてください。本当に一緒に最高に幸せなフォーチュンクッキーを引き当てましょう。私引き当てますんで、指原さんのために。はい、これがねフォーチュンクッキーのジャケット、こういう感じだったんですね。ごめんなさいね、私 CD 買ってなかったもんだから知らなかった。 こっちがジャケットかと思ってたんですよね。こっちの印象の方が強いですよね、フォーチュンクッキーって。うん、 CD ジャケットこっちだったんですね。はい、フォーチュンクッキー引き当てますんで幸せになりましょう。はい、今回は以上です。で、視聴者の皆さんもぜひね、これスガッティに相性診断を依頼してみてください。まあ当たる、これね本当に当たるんですよ。だからリピーターが多いんだと思うんですよね、ありがたいことに。現在YouTube 生命判断で待ち状態の方々も、あるいは LINE 占いで相性診断占いをねくださる方も、あとはお友達とかを紹介してくださる方も、やっぱり皆さん当たってるからなんですよね。これびっくりするぐらい当たるんですよ本当に。まあスガッティはたまにね、この、当たるんですかなんて言われたりするんですけど、当たるんか、当たるかな、当たらないかななんて思ったこともない、今のところ。あ、当たるんだもんだって。だから、当たるのかな、当たらないのかななんてのは、もう、愚問です。当たるんですよ、これ。だけど、ほら、当たっちゃ困る部分もあるわけでしょ？相性が悪いとかさ、こういう病気になっちゃうとかね、離婚しちゃうとかね。おっとっとごめんなさい、また当たった。その、当たって欲しくない部分も、当たっちゃうんですよ、スガッティの占い。でも、当たって欲しくないからその部分を指摘してるんです、私。だから、一度ね、相性診断をしてみて、で、相性悪くないなら悪くないで、どういうところがこう噛み合わないのか、ぶつかり合っちゃうのか、衝突しちゃうのか、いつが離婚しやすいのかっていうアドバイスまでさせていただきますんで、はい。一度ね、相性診断、占いましょう。皆さんびっくりするぐらい当たりますよ。はい。スガッティが、皆さんの、運命のフォーチュンクッキーが誰なのかを教えてあげます。分かっちゃうから、これ。はい、今回は以上です。はい、YouTube 生命判断では、皆さんを無料で占って差し上げてます。ただちょっと1ヶ月以上お待たせしちゃうかと思うんですけれども、時間のある方は無料ですから YouTube 生命判断に申し込みください。こちらが申し込みの QR コードです。お電話でのお問い合わせ固くお断りしてますからね。で、ちょっと1ヶ月以上も待てないよっていう方はですね、こちら LINE 占いでしたら、数日で結果を詳しくですね、こちら有料だからかなり詳しく、ずらーっと、書いて、LINE でお返事しますんでね。YouTube 攻め判断だと、まあ、無料ですから、ちょっとね、YouTube に配信されちゃう事情があって、まあ、そこまで詳しく書けない部分があるんですよ。ね、個人情報になっちゃうんで。だけど、こちらは、こっそり、じっくり、占えますんでね、有料だし、そして早いです。すぐに占えますんで、数日でお届けできます。あるいは7月からは、こちらの店頭でのね、対面占いもスタートしてます。こちらは営業時間外、10時から17時ですけど、まあ17時には終わりますので、じっくり1時間占いますから16時までの予約になってます。で、こちらはですね、もう1時間じっくり質問できます。普通そんな占いないでしょ？みんなさ、ほら、15分とか、せいぜい30分ぐらい、占い師さんのお話をバーッと聞いて、で、それに対してチラッと質問して、みたいな感じでお時間来ちゃうんですけど、1時間ってなかなかですよ。貸し切りです。はい、こちらもすべて、LINE 占いもすべて、こちらの QR コードで受け付けておりますので、お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。Na na 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 na